第1ラウンドのゴングが鳴らされました。右足前のサウスポーの構えが画面奥です。岡澤セオン、最後のフックを顔面に集めてきます。リードのジャブをついてくる柔らかい構えからワンツー。さあ対するが佐々木仁です。19歳。いやこれなかなか強敵ですよ、佐々木仁君にとって。そうですね、相手は世界ランカーですからね。アマチュアの世界ランカーでしょ。はい、前の手。お、今拍手に応えましたね。右腕を振ります、佐々木仁。さあ、田中康生選手、はい、この二人、なかなか気持ちが出てますね、お互いに。そうですね、俺この試合を一番楽しみにしてましたね。それはなぜ？今こう、勢いがあって名前こう聞くようになった佐々木選手がどんな選手なのかっていう。19歳で本当にいい顔してましたね。あと、兄が自分、アマチュアのオリンピック代表なんで、それでアマチュアの選手もよく見るんですけど、この岡澤セオン選手は本当に上手くて強いですし、まずボクシングが面白いですね、本当に。いや、お互いに本気で語り合っています。田中康生選手のお兄さん、両名選手も東京オリンピック出場を決めています。リードのジャブを放って、高野さんどうですか、お二人。そうですね、岡澤選手のリードパンチがいいですよね。で、リードパンチ打った後の、この、バックステップで避けたり、ウィービングして避けたりだけ、あ、スイカして避けたりするリズムがいいですよね。距離の取り方がうまいですね。最後、右を上げて、腰上げました。左が呼び込むようにしていたのが佐々木君の方です。ボディーになることに、フックの顔面。これ、どっちか倒れますね。ダウンしますよ、これ、どっちか。結構お互い全面出てますね、気持ちの方も。右刺しました、一つ。いや、一つ入れるたびにしっかりとアピールします。どっちもいいからね、これどっちも危ないよ。実はこのレジェンドに向けて2人がこうツイッターでいろいろやり取りがありました。佐々木選手がプロをお客さんに見せるのが仕事、触れることが無理って思われてるかもしれないが、絶対何発もあってボコボコにします。それに対して岡澤セオン選手が、ごめん触らせないよ、お客さんも、全勝の佐々木選手はやられるところを見たいんじゃないの。それに対して佐々木選手が、面白いですね、絶対当てますけどね。これは面白いよ。もうあのその闘争心が出てますもんね、あの佐々木選手のね、攻撃スタイルで当たってないぞと舌を出します。やばい、どっちか倒れるよこれ。岡澤選手の距離長いですね、本当に。左に打ってこいというのは佐々木仁です。19歳。左、佐々木選手もね、一発だけじゃないよ、あれカウンター飛んでうまいからね。下手に打ってたら左フックもらえますよ。あ、そうですか、うまいですよ左フック。ここで第1ラウンド終了です。さあ、田中選手、はい、まあ、お互いにアピールするのもありますが、技術という意味でぜひ解説してください。お互いに強気な面も出て面白いですね。佐々木選手、こう強気な面がボクシングにも本当出てますね。岡澤選手のボクシング、アマチュア選手ですけど、めちゃくちゃやっぱり見てて、生で見ても面白いなって改めて思いましたね。岡澤選手、何がこう個性ですごいところですか？身体能力本当高そうですよね。目もいいんで、ガード全然上げてないんですけど、足のステップで避けたり、上体でかわしたり、あと自分の攻撃も長い距離からこうやってストレート打ってくるんで、攻守ともに優れてますね。ちょっとではセコンド陣の声、あと答える声も聞いてみましょうか。長いとですね、さあ、第2ラウンドが始まりました。いきなり振ってきたのが佐々木仁です。もう第1ラウンドから何度も渡嘉敷さんがこれ倒れるよってコメントしてますね。ねえ、これどっちか行っちゃうで、ダウンするよこれ。よく触っています。とにかく右のボディ猫のような動きを見せます。読み込んで左を入れました。一つ左フック、前の手で当たりました。右につなげた。いやいや、これがスリルあるね。そうですね、それ選手強引なんで、カウンターもらうとね、本当に倒される可能性もありますよね。ただ佐々木仁君もこれ左のカウンターうまいからね、タイミングよくバーンと取る。パワーもありますしね。ね、は
はい、前の手でボディをもっと打ってきます。岡澤セオ、世界の岡澤セオがこれから世界行く佐々木仁か、これはおかしいわ。この夏東京オリンピックで成果が期待されています岡澤セオ選手です。アマチュアボクシング界の至宝と呼んでもいいかもしれません。畠山もこのクラスだからね、畠山も参戦したら、ね、今答えてくれました。さあこちらも聞いてないぞというのが佐々木仁。さあ離れ際回るぞ、ボディ前の手です。ジャブ左に続けます。右入れました、一つカウンター、スピードありますね、うまかったですね。ここはここで一番となります。ボディ、田中選手、流れとかは変わってきましたか？そうですね、ちょっと今、岡澤選手のリズムがいいですね。離れたところで当てて、クリンチでしのぐとか、攻撃にメリハリがあっていいですね。最後、左、前のジャブから左に連れました、ボディも出してきます。左右のフック、スイング、さあ、コーナーに追い込んだ。ボディから顔面につなげていきます、もう一つ。緊張感って本当レベル高い高いですね。目離せない、中にも残り時間30秒、近い前に変わったボディーズに刺しました。止まるな止まるな、さすが世界ランカーだよね、うまいよね、シャオン選手うまいね、はい、佐々木仁選手のね、一発当てさせないもんね、はい、左のカウンターうまいんだよな、あのジン君は。ここで第2ラウンド終了となりました。画面が岡澤セオン選手です、まあ、拠点のワイルドウィニージム、その夏の豪雨被害で去年の川の水が床までこう上がってきて、まあ、グローブなどがもう全部ダメになってしまった、そんなことも経験したそうです。それを乗り越えてその東京オリンピックに向けてたんですね。さあ田中選手、改めてですけども、こう何が優れてるんですか？岡澤選手、やっぱり距離が長いのと、あのリズムを作るのがうまいですね。相手にこう固めさせたりとかで、自分だけ自由な動きをして、そうやってペースを作っていくんで、作り方うまいですね。これ東京オリンピックということを考えてどうですか？楽しみですよね。めちゃくちゃ楽しみだと思います。田中選手、一方の佐々木仁選手どうですか？もう本当に強気なんで、あのガードもいいですし、あとスタミナもあると思うんで、この3ラウンド目、一発強いパンチもあるんで、丁寧にでも攻めてほしいですね、あとは。なるほど、丁寧に。さあ、最終の第3ラウンドです。どうぞ皆様、拍手をお送りください。さあ、佐々木が誘っている、もうなんとこの動きは。いや、堂々としてます。佐々木よ、いいですね、こうやってリズムを変えてって。いや、トカシキさん、すごい19歳ですね。いやいや、これなかなかプロだよね、やっぱりね、人気でね。これでも相手も強いからね、世界ランカーだからね、相手も。これ今、左がぶつかり合いました。ガードを固めてる動きから左、あの左がうまいんだよね、カウンター。これは空を切りますか、ジャブで追い込んでから。どうしてもね、こういうスピードのある選手には強引になっちゃうんですよね。だからもうちょっとね、あのコンビネーションで打てるようにすれば、佐々木君もっと当たると思うんですけど。いやいや、これ本当にどっちも当たったら倒れるの、これ。危なかったですね、今の。左振ります。田中選手からご丁寧にという言葉もありましたね。最初真逆の動きしていいですね、本当に。本当でした。さあ、また動きを見せます。これに笑顔で答えるわざわせよ。いや、いいよいいよ、もうバンバイクバンバン。もうこのレジェンドの前からツイッターでもやり合いは始まってました。いいよいいよ、さあ、これ捉えられない。いけるいけるいける、いいねーな。あーと、ガード後ろに振りました。別な場所に打ってそうですね、これね。お互いこんな選手見たことない、そう思いながら戦っています。いけいけ、これは面白い。どうだ、どちらだ、お互い出した。押していた右でしたら、もうボクシングならないですからね。これセオン選手もプロ向きだね、プロ向き。そうですね、本当に。いや、セオン選手もトカシキ島に来てよ。これはいいよ。今日何人も来ました、ね、いや、今日全員スカウトしたから。さあ、リング上の2人もスイングしています。いいね、ボディーだ。いけ、ダブルダウン、ダブルダウン。
ボディも一つ。さあ残り時間がまもなく1分になろうとしています。はいはい、もういいよ、バンバンむちゃくちゃ行って。いや、高田さんスイングしてますね。ガンガン行こう、ガンガン行こう。休まない、休まない。出せ、出せ。さあ、残り時間か50秒で行きました。最後まで6分。